皆さん、こんにちは。朝晩亀川流チャンネルの朝ーです。えっと、まあ、ミニッツというのは結構長い歴史があるので、えー、昔10年ぐらい前にですね、ミニッツをそれこそサーキットに行って走らせていたりとか、それこそミニッツカップに出て、えー、もう本当に全国大会にも出たなんていう方が結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、何らかの理由があって、まあ、転勤だったりとか、結婚だったりとか、 あの通っていた先とかなくなってしまったりとか、まあ、いろいろな理由があって、まあ、ミニッツをやめてしまったものの10年ぶりぐらいに、えー、久々にやりたくなったっていう復帰組の方が結構多いんですね。はい、でもその その何だろう久しぶりにやりたいなと思った時に今のミニッツというのが昔とかなり変わってしまって何を買ったらいいのか全然わからないという人が結構いらっしゃいましたので今回はその昔やってたけども今のミニッツがわからないという人のためのちょっと説明をしていきたいかなというふうに思います。 えまあ、現在ですね、えまあ、今回2021年現在の説明になっていくんですけれども、まあ、お店に行っていただくと、まあ、ミニッツが大きく分けて2種類売られています。一つは、えーとまあ、レディーセットと呼ばれている、えーまあ、プロポットマシン、まあ、ボディーですよねがセットになってシャーシも全部入って。 まあ箱から出したらもう電池入れたらそのままえ走行ができるえ完成品のフルセットえミニッツレディセットシリーズと呼ばれているんですけれどもまずこちらの方がえあります、まあ、初心者の方なんかにこちらの方がおすすめになるんですけれどもこちらの方がまああの箱のところに書いてあるパッケージに書いてあるえ名前っていうのが RWDAWDFWD ミニッツバギー、ミニッツ 4x4 と、まあ、大きく分けて5種類が発売されています。はいまあ、ここら辺のミニッツバギーっていうのはま見れば分かりますし、まあ、ミニッツ 4x4 っていうのはまあ昔で言うとまあオーバーランドをさらにもっとクローラーに寄せたような、まあ、そういうものになっています。はい、でこの FWD っていうのは全然え昔とはもう知ってる人いないと思うんですけども AWD が進化してで、えー、シャーシ自体は AWD なんですけれどもそのシャフトを抜いてフロントだけ駆動させて、まあ、FF にしているっていうものが一応あるんですよね、まあ、それが FWD っていうのがあると。でそして AWD これ AWD っていうのはあのー、今説明したように、えー、今現行品の AWD っていうのは MA030 といって昔出てた AWD とは違う新しい AWD があるんですね昔はこの電池がこう縦に二段積みになってたと思うんですけども今こう下下に一列でこう重心低くなってる AWD が、まあ、誕生したんですけれども、まあ、それは、えーまあ、FWD には使ってるんですけどもこちらの AWD の方ではそのシャーシーを使ってなくてこちらの AWD は あの昔の、えー、MA020 という、まあ、あの初期の AWD と基本的には設計が同じ AWD のものを使っています。はいまあ、こちらの方は、まあ、そういうものがあるというだけとりあえず覚えておいてください。はい、で、えー、最後こちらがメインになるんですけどもこちらの RWD というふうにあの呼ばれて発売されているものが MR03。 つまり、えー、ミニツーレーサーの,あの一番メインの 2WD のシャーシになります。まあ、こちらが、まあ、ありますよということになっています。でただこちらの方がフルセットになっていて、まあ、昔ながらのブラシモーターで、まあ、大体こういう感じのものになるんですけれども、はい、もう本当に MR03 っていうのがあの本当に えー、よくできた車でも10年以上基本設計が変わっていないシリーズとなっていて、まあ、これがそのままこちらの RWD ということで、まあ、完成品クルセットで使われています、はい、で昔の,の MR03 と、まあ、今のこの RWD の違いは何かというと、まあ、一番大きな違いはこの ICS のセッティング設定ができないということと あと電波体が昔はあの覚えてますかねパーマンプロポとかだったりとかあとハイエンドプロポとか形容のものが使える ASF という電波体だったんですけれども今こちらのレディーセットと呼ばれている完成品フルセットで売られているものはその昔そのパーマンプロポとかで使っていた電波体とはまた別のものになっているので。 パ、まあ、ーマンプロポであったりとか当時使っていたハイエンドプロポ EX1 とか EX10 ヘリオスとかユーラスとかあったと思うんですけどもそれでは操作できない電波帯になっていて、まあ、キットに付属しているこちらの KT531P っていうんですけれどもこちらですね、まあ、基本的にはこちらで操作するようになるミニッツになっています、はい、そして、えー、こちらですね えこちらに書いた「ミニッツプロ」と書いてあるんですけども、あのー、一般の人はミニッツプロとは呼んでないんですけどもあのホビーショーとかに行った時にこうなんか「ミニッツ RW、まあ、レディーセット」シリーズと別に「ミニッツプロシリーズですよ」みたいな感じでちょっとこうミニッツの高性能版みたいなもので紹介されていたので一応「ミニッツプロ」と書いてあるんですけどもこちらの方がもうレースとかサーキットで走らせる人たちは 基本的にはこっちを使うものだと思ってください。はい。で、こちらの方が、あのー、発売されている今の現行品というのが、MR-03-EVO という、まあ、MR-03 っていうのはシャーシですよね。まあ、もう10年以上変わらない MR-03 のシャーシで。で、基板が今、EVO というものになっています。はい。で、えー、MR-03-EVO の特徴というのが、 一番の違いというのが、ここに必要なものを書いたんですけども、シャーシとレシーバーと書いてあります。はい、これレシーバーは何かっていうと、今のミニッツっていうのはシャーシを買うとレシーバーが付いてないんですよ。昔はあのもうシャーシがあればもうプロポートすぐペアリングができたんですけれども、今のミニッツはあのプロポが えー、いろんなメーカーのものを選べるようになったのでまあ軽のプロポを使いたい時は慶応のレシーバーを装着する双葉のプロポを使いたい時は双葉のレシーバーを装着するみたいな感じでそのマシンを交換しないでも、えー、レシーバーを交換することによって、えー、プロポが変更できるようになったということでまあ、えー、買う時にシャーシとレシーバーと。 それからプロポですねあと、まあ、ボディとタイヤホイールが付いてないので、まあ、そこら辺を買ってくださいねというのを形になっています。はい、こちらはレディーセットの場合はそこは全部入っているので、まあ、箱から出したら電池入れたらそちらを走れるんですけれどもこちらの方は基本シャーシセットで売っていますので、まあ、シャーシ以外のものは、えー、必要なものをこう揃えて、えー、自分で組み立てるようになります。はい でえーまあ、先ほどもちょっと話してしまったんですけれども、まあ、それが m r 0 3 e v o という、まあ、最新型のシャーシになっているんですけれども、まあ、こちらの方で、えー、じゃあ今使えるプロポは何が使えるんだという話になるんですけれども、まあ、例えばその昔使ってた軽用のプロポが使えるのかっていうところになるんですけれども例えば EX10 のヘリオスとかユーラス。 EX1UR とかは、まあ、使えるか使えないかでいったら、えー、使えます、はい、こちらに、えー、KO のレシーバーが一応ありますのでこの KO のレシーバーをつけていただければ使うことができます、はい、その代わり、えー、と実は今、あのー、のミニッツっていうのはちょっと進化してまして MR03 シリーズにジャイロついてたと思うんですけれども で昔はジャイロっていうとこう設定を変更する時にはこうパソコンにつなげたりとかこうアダプターにつなげたりしてこうどっちかというとピットでその設定を変えて一回あの走行をやめてえまあ設定をしてたと思うんですけれども。 今のミニッツまあミニッツエボなんですけれどもこちらはプロポであのデュアルレートとかあのトリムを変更するぐらいの感じでジャイロの機器を変えられるようになりました、はい、すごく便利になってますでそれがやっぱりその古いプロポだとその機能があのつく以前のものだったりするので、まあ、ジャイロの数値が変えたりできないということになったりすることがあるのでまああの パソコンで数値を変えれば一応ジャイロの設定はまあできるとは思うんですけれども基本的には使えないと思っていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で、まあえー、まあ何が使えるかというと KO でしたら、まあ、KO の新しいプロポ、まあ、EXWR っていうものがあったりとかあと KO のプロポなんですけれども えと京商さんが発売されしている EX6R というのが、まあ、こちらがあるんですけどもこちらですと過去に発売していた、えー、m r 0 3のブラシモーターがついていたやつとかで、まあ v o ンに発売する前に発売されていた VE と呼ばれる、まあ、ブラシレスモーターが載ったミニチとかがあるんですけどもそちらは全部使うことができます。はい なのでそういう古いミニッツを持っててなおかつ今でも使いたいっていう人はこちらの EX6 もしくは EX6R というものを使うと、まあ、すごく汎用性が高くていろいろなものが使えるので便利かなというふうに思います。そしてえ次が双葉ですね。で双葉のプロポが使えるからって言ってもあの何でもかんでも使えるようになったわけではなくて。 一応ミニッツの電波帯が使えるごく限られたプロポだけが使えるようになりますまず、えー、ミドルクラスのものであると 4PM というものだいたい量販店で2万円ぐらいで売ってる送信機だと思いますそしてハイエンドの 7PX X R ここ P と書いてあるけどこれ R です 7PXR とあと、えー、スティックプロポの 7XC というものになります現在スティックプロポの、えー、なんだろう販売している、えー、ミニッツ用のものというのはこの 7XC というハイエンドのものしか今存在しません、はい、そして、えー、先ほどの強小、まあ、これ強小の,のレディーセットに付属している こちらのプロポなんですけれどもこれもミニッツエボで使用することができますはいでこちらの場合は強商の KT531P 用のレシーバーというものが発売していますのでそれをつけていただければこれで操作することができますそして最後これはあのなんか聞き覚えがないと思うんですけども、まあ、NobleNB4 っていうのがこういうプロポがあるんですけれども まあこちらはあのフライス会社っていうまあ海外の中国かなのメーカーのまあプロポなんですけれども協商の方が提携しているようであの今協商のえメインのプロポみたいな感じだとこれになっています、はい、でまあこれをえ使うレシーバーがありますよということで,、はい、でまあさらに言うとこちらにえモジュールみたいなものを入れていただくとあのハイエンドでは唯一 こちらのレディーセットのマシンもコントロールすることができるものになっているので、まあ、こちらの要はレディーセットのマシンもエボとかも買っちゃってステップアップしてこちらの方も全部1つのプロポで使いたいななんて思ってる時はノーブルを選んでいただくと1つにまとめることができるので便利なのかなというふうに思います。 そして、レシーバーを入れ替えるとそのレシーバーに対応したメーカーのプロポしかこう使えなくなるのでこうどのプロポがどのレシーバーなのかっていうのが分かりにくくなってしまうと思うんですけれどもま見分ける方向としてはここを見ていただくとこ,れですねこの部分アンテナこれ白いアンテナがついているのが分かると思うんですけれどもこのアンテナの色でえまあ電波 メーカーカが分かるようになっていますこちらのレディセットは白ですね。強小の白がついています。白いアンテナのものですとこちらの KT531P が使えますよと。でこちらのノーブルですと黄色ですよと。で昔から使う KO3 は今レシーバーについているのは赤になりますけれども。 昔の MR03 のものには黒いアンテナがついてましたで黒いアンテナとか赤いアンテナのものはこの EX6R で使えますよということになりますそして双葉ですね双葉のプロポは、えー、オレンジのアンテナがついていますでこちらのオレンジのアンテナをついたものであれば 4PM7PXR7XC のプロポが使えますよと、まあ、そういう形になっていますはい そして最初に説明しましたけどもプロポを例えばこちらのレディーセットを持ってたのでこのプロポを使ってミニッツエボを最初デビューしましたとでもだんだん慣れてきてこのプロポだとちょっと物足りないなと思って最高級の 7PXR ちょっと思い切って買っちゃいましたという場合はレシーバーを あのまあ、取り外しができるのでこちらの白いアンテナの強小のレシーバーを外していただいてこちらのオレンジのアンテナのついた双葉のレシーバーを装着していただくと双葉のプロポが使えるということで、まあ、プロポの,そのステップアップも、えーまあ、比較的できるようになりましたよと今そういうことになっています。はい、で次ですね、えーと まあ、m r ゼ0 2とかあと初期の MR−03 ブ,ブラシモーターの時代のマシンしかやってなかった人に、まあ、ちょっと説明する話になってくるんですけれども、えー、最新のミニッツレーサーの特徴はもう話にすでに出てるんですけれどもジャイロユニットそしてブラシレスモーター。 この2つの登場によってもうものすごく劇的によく走るようになりました。もうびっくくりりするぐらいよく走ります、はい、で、まあ、ジャイロっていうのが、あのーまあ、特に大きいラジコン10分の1のラジコンをやってる人にはあのー、とか昔、えー、MR02 ぐらいの時代にしかやってなかった人っていうとなんかジャイロっていうと初心者の人のなんかこう お助けアイテムみたいなイメージがあってなんかこうすごくつけるのに抵抗がある人結構いらっしゃってあのジャイロなしで走ってる方結構多く見るんですけれども、まあ、ミニスカップで採用しているウレタンコースあると思うんですけどもそのウレタンコースで走る場合はもうこのジャイロは割ともう必須アイテムになっています。 やっぱウレタンの構造上どうしてもこう継ぎ目とかでこうガタがあるんですよねそこのガタのところでこうハンドルとか取られてしまうともう人間の手ではなかなか反応できないのでもう電子的にそこは修正してもらった方がまはるかに楽に走れるので結構この見てサーキットで走りを見ていただくと分かるんですけどもものすごいこうところを走ってますあんなすごい細かいコントロールできるのって思うぐらいすごい。 なんかインベタとかで走ってたりすするんででよね、はい、でも実際にやってみると本当に吸い付くように走れるのでいややっぱりマシンが進化したんだなっていうのをすごく感じることができると思います。はい、そしてこのブラシレスモーターですね。はい、ブラシレスモーターっていうのが、まあ、あのまあ僕も構造よくわからないんですけれども要はあのモーターからコードが3本出てるんですよね。 はいォードコードが3本出ててで昔のブラシモーターに比べるとあの低速のトルクがものすごく、えー、なんかパワフルになりました、はいでえーまあ、一応種類の方が、えー、現行で4種類ありまして、まあ、緑モーターと青モーターと赤モーターと銀モーターっていうのが今4種類販売されていて。 でこれもちょっとブラシレスモーターも結構出てから結構何年かも経つもので1回モデルチェンジしています、はい、なので、あのー、こうヤフオクとかでちょっと安く最初はあのー、揃えようかなって言ってブラシレスモーターがいいなっていってついてるものを買った時に旧ブラシレスモーターを買ってしまうと別に練習で遊ぶ分には全然構わないんですけどもレースとかには使えなくなってしまうので、まあ、そこは気をつけた方がいいかなというふうに思います まあ、あのそれはちょっと調べていただければ、まあ、すぐ分かるんですけども、まあ、現行品はこんな感じの、えー、と全体が、えー、金属のモーターになっていますこれが今ついているのが青缶と呼ばれている XPEED56 モーターという KV 値っていう数値があるんですけども、まあ、KV ブが5600のモーターになっています。はい まあ速度的にはこの緑モーターっていうのは昔からあるこのキット付属についているノーマルモーターあれより正直遅いぐらいですね速度的には同じピニオンだったらノーマルモーターの方が多分トップスピードは速いですはいでもトルクがあるのでまラップタイムなんかは実はこっちの方が速いのかなっていうぐらいえ遅いんだけど扱いやすいっていうモーターになっていますそして青モーター 青モーターっていうのは、一応エコ中ーモーターという形で販売されたんですけれども、こちらは昔で言うとこの V モーターより正直早いかなっていうふうに思います。はい、で、まあ赤モーターとか銀モーターとかあるんですけど、 まあここはちょっともう。本当にオーバースペックでもうめちゃめちゃ早いモーターになっています。はい、もうここは今この青赤昔はのこの銀モーターがオープンクラスだったんですけども、やっぱちょっと早すぎるのかなということで今は赤モーターがオープンクラスの指定モーターになっています。はい。 っていう感じで、まあ、今の新原稿のものを紹介してきたんですけれどもじゃあ原稿品じゃないと走れないのかっていうとまあ、あのー、厳密に言うとそうでもなくて一応そのなんだろう境目としてはブラシモーターとブラシレスモーターのまあ境目が一応あって、まあ、ブラシモーターの MR03 っていうとさすがにもうちょっと今。 あまり使っていいる人はいないんですけども、えー、ブラシレスモーターに代わった MR03VE というものとかあと MR03VE プロというものがあるんですけれどもこちらに関しては、えーまあ、パワーソースが全く同じものなので基本的にはまだ使っている人が全然います。はい、で、まあ、これをもし持っているのであれば全然これでも 正直問題なくこれを持ってるから持ってるけどあのエボじゃないからエボに変え直そうとかっていうのはまあ最初は特にやる必要はないかなっていうふうに思います。はい、で、まあ、何が違うかっていうと、まあ、先ほども説明したんですけれどもジャイロの設定をもうプロポでその場でできるかできないかぐらいの、まあ、大きく言うとそれぐらいの魚とあとは、まあ、あのレシーバーが一体型になっているので、まあ、KO のの プロポしか使えないとだから EX6 とかしか使えないですよという、まあ、それぐらいのことであって基本的には使えるものなので、まあ、もし持っていたら使ってもいいのかなと思いますもう一応あ落としちゃったこちらが僕の、えー、今ワイドで使ってるんですけどもこちらは MR-CEL3 の VE になりますアンテナが 黒いですよね。はい、これが V になります。あいろいろ落してる、はいえー。ここからはですね、えー、じゃあ今今度はそのだいたい写真は分かったのでサーキットで。 もう走らせることを優先で性能優先で走る場合は今どんな車がミニツカップとかでは走っている車なのかということを説明していきたいと思います、はいまあ、ミニツカップの方はレースの方がいろいろ種類あるので厳密に言うと いろいろとここに書いたような AWD とか FWD とかの説明もするような形になるんですけどもやっぱりこうメインのカテゴリーというとやっぱりこの MR03EVO を使ったカテゴリーがやっぱりメインなのでユーザーもすごく多いのでまあとりあえずそこを中心に説明していきたいと思います。でまあ一応昔からやっぱりナロー系のクラスとワイド系のクラスとあったんですけれどもいまだにその、えー なんだろう流れは続いています。はいまず一番人気があるというかあのまあ初心者の方でもまある程度慣れた方でも本当に一番楽しんでサーキットでも走ってる人が多いカテゴリーというのがこちらのナノツーリングというクラスになります。ま昔で言うと N1 クラスであったりとかまあ2.4ギガになってからは JSCC クラスというまあ,あの まあ、ナロー系の車のカテゴリーになるんですけれども、まあ、今ですと例えばこういうような車ですねはいこれは R33GTR になりますそしてこちらは GR スープラですねちょっとカラーリングがあの僕のオリジナルカラーになってるんで分かりづらいんですけれどもこちらは GR スープラになっていますはい で、こちら、えー、使っているマシーンは、MR03 の、ここが注目ですね。N の MM2 というものになります。これ何かというと、N っていうのはナローシャーシですよ。まあ、これは分かると思います。で、この MM2 っていうのが何かというと、よいしょ今ですね、そのブラシモーターの時代の人は知らないと思うんですけれども、こちらの。 後ろのモーターマウント、これ見ていただくと分かるかもしれないんですけども、はい、昔は RM といって後輪より後ろ側にモーターがあったんですけども、今は MM2 といって、ミッドシップになってるんですよね、モーターが。はい、でこれはホイールベースが、えー、と L のマシンに装着ができるものになっていて、これ、きっと標準で、このフリクション、ちょっとあのー、 ピッチングダンパーは違うんですけどもキット標準でこのフリクションダンパーもついています。はい、なのですごく安定感が高いんですよね。もうあのモーターがミッドシップになっててフリクションプレートも最初についているということで,で、えー、昔と違ってプロポの方も、えー、ハイエンドプロポの方が使えるクラスになっているので、えー、すごく扱いやすいと。 そしてモーターの方が先ほども紹介したようにノーマルモーターより遅い緑モーターのピニオンが7枚の仕様になっているというのが今のナローツーリングクラスになっています。はいでまあ、あのこちらもミニスカップやってる方ならご存知だと思うんですけれども強小の,の純正のパーツであればあの加工をしない限りどういう組み合わせでも使っても大丈夫という形になっています。はいが えー、ナローツーリング、そしてもう一つ、ワイドツーリングクラスですね。でこちらの方が、よいしょっと、あ、ごめんなさい、最後に。えーっと ナローツーリングクラスのボディですね。ボディの方が、まあ、今紹介したんですけれども、GR スープラと R33GTR。もうこの、えー、今2台のマシンがもう、あのー、鉄板になっています。で特に今まではもう R33GTR のワンメイクの状態になっていたんですけれども、えー、っと、去年かな ?GR スープラが発売されてから、 今、GR スープラの方がちょっと人気になってきているのかなというような感じです。はいまあ、ここはまだはっきり勝負ついてないところなので、まあ、どちらを選んでも大丈夫だと思うんですけどもこれから買う方は、まあ、GR スープラの方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい。で次、えー、ワイドツーリングですね。ワイドツーリングクラスは、まあ、昔で言うところの N2 クラスですよね。022 を乗せたクラスだったりとか、えー、GT ですよね昔でいうとフェラーリのとかあとはえーとえーえー、っとえっ、ー、とえ、う、っ、ん、とっえっと HSV でしたっけ、まあ、そういうのがいろいろあったクラスですねはいそれが今ワイドツーリングになって、まあ、こちらの方はダブルの MML というところでダブルっていうのはワイドシャーシですよねで後ろにえっ、ー、と LM 系のモーターマウントですね、まあ、先ほども見ていただいたんですけどもこういうような LM 系のアルミのモーターマウントを好んでつけている人が多いクラスになっています。はい まあこちらもえとアルミの LMM 系のモーターマウント結構いっぱい種類が出ているのでそこはちょっとえご自身で調べていただいた方がいいのかなというふうに思います。はい、でフリクションプレートなんかもいろいろな今フリクションじゃなくてこうロールダンパーみたいなものをつけたりとかする車もいたりするのでえとちょっと複雑にはなっていますけどもでモーターの方がえ青モーターでピニオンがフリーになっているので。 えっとちょっと前までは赤モーターっていう速いモーターだったのでちょっと速すぎるということで人気がなかったんですけれども、まあ、青モーターにこうなったことで今すごく人気が高まっていてこのナローとワイドっていうのを今ダブルエントリーでレースに出る方とかが今すごく多いですね。はい、でミニッツカップそうなんですよ久しぶりに昔しか知らない人が最近の 今のダブルエントリーってどういうことと思うんですけども実はミニツカップ今ダブルエントリーができるようになりましたはいまあといってもちょっと今、えー、あのー、いろいろなイベントが中止みたいな感じになってるのでこう3年ほど今ミニツカップもちょっと休止中なんですけれどもまああのー ダブルエントリーで出れるようにもなったということで、まあ、草レースショップレースなんかも結構ダブルエントリーとかする人がすごく増えていたりしています、はい、でまあワイドツーリングクラスですねこちらの方もボディの方が、まあ、流行りの方がありまして今人気があるのがマクラーレン 12C こちらですね このマクラーレントエ1シーというものが、まあ、こちらが一番無難なボディ人気があるボディで,でそして最近人気がかなり高まってきているのがこちらのアウディ R8 というボディになっています。はい、で、まあ、こちらのアウディ R8 が実はあの1回1回というかあの2種類出ていて一番最初に出ていたものの後にこちらですねちょっとリアウィングの形状がちょっと独特なんで。 あの分かると思うんですけども、えー、とアウディ R8 の2015というものがあるんですけども、まああの、こちらのワイドツーリングクラスで使,って使われて人気があるのは、こちらの新しい方のアウディ R8 の方になりますので、そこは間違えないようにしていただけたらなというふうに思います。はい そして昔と今でまた1つセッティングポイントで違うものができたのがこちらのガレージヒロさんというまあいわばサードパーティーになるんですけどもこちらのボディにつけるエアロパーツというのがあるんですけどもこちらですねこちらつけてるエアロパーツリップスポイラーとサイドスカートみたいなのついてるんですけどもこちらが。 えっと、一応恐章の、えー、ミニッツカップの公認パーツということでレースミニッツカップとかにも使えるパーツになっているんですけれどもこちらが、えー、エアロパーツというとあのドレスアップパーツだというふうにどうしても思われがちなんですけれどもこれがボディに装着することによって走行特性が変わるという形で今セッティングパーツとしてもうこれはもうあの使われています。はい、でものによっては、えーもうつけ 方がもうだろうそれをつけないとなんかダメみたいなもう本当に鉄板パーツになってたりするものもあるのでこちらガレージヒロさんのエアロパーツがまあ公認になっているというのも一応覚えておいた方がいいと思います。はい、という中で、えー、まあ一応レース含めてこういう感じになっているんですけども、まあ、その久しぶりに復帰したからといって、まあ、全員が全員レースに出るわけじゃないとは思います。 あの子どもと一緒にちょっと先と走れればいいなというふうに思っている方もいらっしゃると思います、はい、でそういう方に、まあ、とりあえずおすすめなのがやっぱりこのミニッツレディセットシリーズですねここのミニッツ RWD というものがあるんですけどもこちらがすごくおすすめになっています、はい、で今ですとあのミニッツ RWD というと基本的には定価が税抜きで1万9800円になっていて まあフルベアリングのものになっているんですけども一応え低価格の安いあの初期の,えあのミニッツと同じ値段で出しましょうみたいなコンセプトのもので定価1万4800円の税抜き価格のベアリングがないというえミニッツ RWD が一応存在します。 はいでまあ、3種類あるんですけども現行で今多分流通しているのがアウディ R8 の,の赤単色のボディなんですけどもこちらが一応あってこれがすごくおすすめになります、はいまあ。ベアリングなんかは別売りで買っても1000円か2000円ぐらいで多分買えると思うので、まあ、それをまあつけてもいいですし、まあ、子供が使うならなくてもいいかなみたいな感じでもあると思うんですけども、まあ、それを買っていただいて。 まあ、プロポがこの KT531P になるので多分このプロポがおもちゃっぽいからあのすごく抵抗がある人がやっぱりいると思うんですけれども実はこのプロポというのがものすごくあのもう見た目とはちょっとあの信じられないかもしれないんですけども普通によく走るプロポになっています。はい なのでマシンの方を、あのー、ちゃんとメンテをしていただいてでオプションパーツも、まあそうですね、あのカーボンの T バーソフトだけつけていただいてあとはその、まあ、ウレタンコースで走るのであれば、まあ、リアにラジアル30のワイドでフロントにローハイトスリックの20とか30っていう今ローハイトスリックっていうタイヤがあるんですけどもそのタイヤをつけていただければ多分。 で普通にえ楽しいぐらいな感じで走れると思います。はい。そして RWD に関してはもうオプションとかは一切つけずにその状態で遊んでいただくのがいいかなというふうに思っています。でなぜかというとその RWD にこうオプションをつけていくのであればあのそのオプションを使って いいうのはやめて,いただいてちょっとその分をちょっとお金、まあ、貯めていただいてまあそのお金をあのこちらの m r 0 3 e エボの NMM2 という、えー、先ほどから紹介している最新のミニーのエボシャーシっていうのがあるんですけれどもこちらを買っていただいた方が 確実に楽しめると思います、はい、こちらの RWD とかレディーセットのシリーズというのはやっぱり性能を抑える形で作ってるので、あのー、走る分には全然よく走るんですけれどもそのオプションパーツをつけたりしてポテンシャルを上げていこうとしてもやっぱりエボニーは勝てないんですよねやっぱり。やっぱりポテンシャル的にはこちらののの方が上だと思うのでその セッティングとかそのオプションパーツをつけてより早くしたいというようなあの楽しみ方をしたいのであればやっぱりエボを買ってエボでスタートした方が僕はいいと思いますしあのこちらもそのエボを買っていただいてあとはまあせいぜいジャイロですかねだけつけていただければもうそれで結構普通に走っちゃうんですよね。あんまりその最初からそのリアのフリクションとかがついているので。 これがすごく、えー、そもそもの箱出しの状態のポテンシャルがすごく高いので、まあ、こちらに乗り換えていただいた方がまいいのかなというふうに僕はお勧めしています。はい、でプロポの方もこの RWD を買った時についてくるこのプロポでそのままエボの方にステップアップができてこのプロポでもエボ操作した時も。 あの全然操作感に違和感もないですししかもこのプロポもちゃんとジャイロの設定調整できるのですごく実用的なプロポになっているので、えー、これはすごくおすすめになっています。はい、という感じが、まあ、現在の、えー、ミニッツロ、えー、2021年現在の状況になっています。はい、という感じなので、まあ、この他にも まだ説明していないな部分たくさんあるんですけれども一応その王道のところサーキットに行った時にこう一番走らせてる人が多いであろうというのがだいたいこういう感じになっていますので、まあ、一応ここを基本として見ていただいてあとは、まあ、あの自分が何をしたいのかというのをこう考えながら、まあ、例えば AWD でドリフトをやりたいという人もいるかもしれないですし、まあ、バギーとか。 4x4、えー、4で遊びたいという人もいると思いますので、まあ、そこら辺はちょっとまあ別にまた調べていただけたらいいのかなと思います。はい、というわけで今回は、えーっとまあ、昔ミニッツをやってたけども、えー、最近のミニッツがちょっと複雑すぎて分かんないよどうなってるんだって悩んでいることの方のためにちょっといろいろですね説明させていただきました。